セレニティは2005年の SF アクション映画。脚本及び監督はジョス・ウィードン。途中で放映がキャンセルされた、フォックス放送の SF アクションドラマ、ファイヤーフライ宇宙大戦争の続きとなる劇場版、完結編。2510年の未来を舞台としており、地球は滅亡しているが、人類文明は銀河に広がってその中心部が、同盟を結成して、統一支配している。 この支配に反対した独立派の辺境惑星はユニフィケーション戦争で敗北した。セレニティはファイアーフライ級の貨物船を改造した密輸船の名前で、この宇宙船は独立派の退役軍人であるマルを船長とする。彼は気の置けない仲間たちと共に同盟の目をかいくぐって密輸や窃盗など何でもやる宇宙の便利屋を制御としていた。しかしセレニティ号は ひょんなことから、危険な秘密を持つ少女リバーとその兄を乗客とした、ため、同盟により必要に追跡されている。映画は2005年9月30日に、北、アメリカで、ユニバーサル・ピクチャーズにより公開された。積極的なレビューがされ、初週2010万ドルのボックスオフィスを記録し、2週間トップ、10に、リストされた。セレニティは2005年にフィルムフォーカスのヤー,ード、 受賞した。イグンフィルムのベストサイファイ部門及びベストトレーラーを受賞。ネビュラ賞のベスト脚本部門を受賞。ロッテントマトズの第7回ユーザートマトアワードのベストサイファイ映画部門を受賞。スペーシー賞のフェイバリット部門を受賞。2006年のヒューゴー賞のベストドラマティックプレゼンテーションを受賞した。主演の丸役の姉さんは後にテレビドラマ、キャッスルの主役で、 アメリカテレビ界での地位を不動のものとするが、その中で本作のオマージュと思われるエピソードが存在する。また、日本での吹き替えは本作と異なるが、相棒が増意と同一人物となっている。括弧内は日本語吹き替え。ありがとうございます。